前澤さんのさ、うん、前澤社長、ZOZO タウンの優作社長、もう今をときめくというか、今すごい話題になってる、あの100万円をさ、100人にこう、プレゼントするって企画あったじゃないですか。はい、すごいな。で、そのまあ私の友達が当選しました。100万円、すごいな。いや、本当にびっくりして、なんか住んでやって思ったもん、それ聞いて。いや、マジで私もびっくりして、ツイートしとけばよかった。で、その、あの千尋っていう、まあ男の子なんだけど、千尋見てるかなって。男の子なんや。そう、男の子。その千尋が、こう、まあ当選したんだけれども、まあ理由じゃないけれども、一応その、リップをなんかしたらしいんだけれども、その千尋はこうなんかシェアアトリエっていうものをまあ作りたい、はいはい、シェアアトリエっていうのは、そういう、あの、なんだろう、こう演劇とか、まあ芸術とか音楽とか、そういう人たちが一緒にこう使える場所というか、そういうシェアできる、まあアトリエを作りたいですみたいな感じのを、そういうのをその前澤さんにもそのリプして、で一回して、多分締め切りの直前にももう一回多分あのリプして、でもうなんか当選みたいな。で、あの次の日、あのテレビ見たら、千尋めちゃくちゃテレビ出てて、そのなんかインタビューとか、そうインタビューにもうその多分数人いるんですよ、100人の中に何人かの、本当一番出てるぐらいの、あの和田千尋さん、代表者知ってます、和田千尋さんって。いや、見てすごいですよ、マジで。いや、私すごいなんかもう感動したのよ、千尋やったわみたいな。なんかその100万やもんな、そう当たるんやって思って、で私はやっぱりなんか自分のアカウントでリツイートするってはずいやん、だって分からんけど、やっぱ芸能活動しているアカウントでなんかそのお金欲しさにリツイートするってなんかはずいなと思って、お母さんとおばあちゃんにこれしたらみたいな、もうおばあちゃんもお金大好きやから、ギャンブルとかめっちゃしてるおばあちゃんしたらみたいな感じで送って、でまあ無理やって、で無理やって、そうだよ、またその次の日くらいにタイムラインに第2弾ですみたいな、10万円をまあ何人や100名にあげますみたいな、でお母さんとおばあちゃんにこれやりやとか言って、で分からへんねやってって言われて、やってるわとか言ってリツイートしたら、そしてなりすましアカウントって言って、いっぱい欲しいもんね、当たるんやって、すごいんだよな。そうやったところ、当たるんやって知って、その、便乗して、もう終わってんのに第2弾やったらなりすましやったっていう、はずいやつだよね、なりすましだったら。そう、すごい、いろんななりすましすごいもんね、未だにめっちゃ流れてくるよね。